二重結合は通常二つの代わりに四つの結合電子が関与する二元素間の化学結合である。最も一般的な二重結合は二炭素原子間のものである件で見られる。二つの異なる元素間の二重結合には多くの種類が存在する。例えばカルボニル元は炭素原子と酸素原子間の二重結合を含む。その他の一般的な二重結合は アゾカ合物やイミン、スルホキシドで見られる。構造式では二重結合は2本の平行線として描かれる。二重結合は単結合よりも強く短い。結合時数は2である。二重結合はまた電子豊富であり反応しやすい。結合の種類は軌道根成によって説明することができる。エチレンでは それぞれの炭素原子は3つの s p に軌道と1つの p 軌道を有している。3つの s p に軌道は平面上にそれぞれ120度の角度で位置している。p 軌道はこの平面に対して垂直に位置している。炭素結合がそれぞれ接近したとき、2つの s p に軌道が重なり合いシグマ結合を形成する。同時に二つの p 軌道が接近しイ結合を 形成する。重なりが最大となるためには、パイ軌道は平行状態を取らなければならないため、中央の結合を軸に分子は回転することは不可能である。この性質によりシス・トラン水イ生体が生まれる。二重結合は、パイ結合の重なり合いが最大化されるため、単結合よりも短い。タウ結合によるエチレンの二重結合形成二重結合の CC 結合距離は、エタンの CC 結合距離よりも短い。また結合も、単結合よりも強い。結合エネルギーが2倍よりも小さいのは、P 軌道の重なりが、効果的でなく π 結合が、シグマ結合よりも弱いためである。他に取り得る描き方では、二重結合は2つの、重なり合う、SP3 軌道により曲がった結合に起因する。二重結合と単結合が、 交互に並んだ構造を有する分子では、P 軌道の重なり合いが、座上の複数の原子にわたって存在することができ、協約系を形作る。協約は、ジエンや、エノンといった系で見ることができる。環状分子では、協約によって、方向属性が生じることがある。クムレンでは、二つの二重結合が隣接している。二重結合は、第二周期元素である炭素、窒素、 酸素で一般的であり、高周期元素ではあまり一般的ではない。金属も金属、排子多重結合において多重結合を形成することができる。ありがとうございます。